よし、揃ったな。待ってくれ。もう少し時間をくれればこちらも手だれを用意できる。そうですね。わしが行こう。千代様、それに海老蔵様も。お前たちは警備を固めよ。今の混乱した里は砂よりも脆いでな。しかし。何、心配せずともよい。そやつらも実力者ぞろいなのじゃろ。そうそう危険な目には遭うまいって。ん？先生にいきなり何すんだってばよ。この時はよくもこの葉の白い牙め。息子の仇、今日こそわしが成敗してくれる。え？いや、私は本当無用じゃ。おい姉ちゃんよ、よく見てみろよ。よく似とりはするが、こいつは白い牙ではねえよ。は？なんてな、ボケたふり。はあ、なんだってばよ、このばあちゃん。なるほど。で、そのお二方が砂の相談役である、千代婆様と海老蔵様ですか。ああ、ここで立ち話する時間もそうあるまい。すぐに奴らの追跡に向かうぞ。しかし千代様、なんせ可愛い孫を久しぶりに可愛がってやらねばならんからの。孫？先ほど勘九郎が意識を取り戻し、暁の中に赤砂のサソリが属していると判明した。赤砂のサソリ。赤砂のサソリとはわしだが、今のあやつは風影を襲った一味に過ぎる。今のどうでもいいからさ、さっさとガーランを追いかけようぜ。そうじゃ、早く追わぬと取り返しのつかぬことになるぞ。千代様のことよろしく頼む。わかりました。それでは。